皆さんこんにちは。情熱で奇跡の成長を導く日本で唯一売り上げを上げるチームビルディングコンサルタントの岩見です。今日はですね、多席の人がなぜ生まれるのかという話をしたいと思うんですね。経営者の皆さんは多くの場合ですね、多席で仕事をするなと、自分のことと思ってやれと、自席で仕事をしろというような話というのはよく耳にしますし、そういうことをね、スタッフさんにおっしゃったりとか話したりしていることってあると思うんですよね。でもですね、そういうことを言うということは、目の前の人が多席の人だったり、自分の身の回りの人が多席の人だからそう言うんですよね。で、今日はですね、なんでこんな多席の人が生まれるのかなという話なんです。で、もうポイントはズバリですね、それはあなたが多席の人だからなんですよね。それ、ってそんなことないよと。自分が、はなんか自分のことだと思ってやってるよっていう経営者の方がほとんどですし、そう思って、このメールも読んでると思うんですけれども、要はですね、何が言いたいかというと、目の前の多席のスタッフを見てですね、それを自分の席に自席と思えるかどうかという話ですよね。ということなんです。もうちょっと言うと、例えばあなたがですね、多席の人に向かって、あなたそれは多席でしょと、自分の責任と思ってやりなさいと、それができてないのは、あなたダメですよってこう例えば言ったとしましょう。で、それを言っているあなたは自分の責任だと思ってそれを言ってるんでしょうかね。要はですね、それは、旗から見るとですね、あなた、言っているあなた自身が、目の前の多席の人に向かって、こう、あなた多席でしょって言っているということは、自分は、これについて、問題はないと。これは、自分の責任じゃないと思って言っているわけですよね。多分。その自覚はないかもしれませんが、旗から見るとそんな風に見えるんですよね。つまりこういうことが、あなたが多席だからと私が言っている理由なんですよね。もしその時に、目の前のスタッフが多席なのも自分の責任だと思って言えば、本当にそういう言い方になるんでしょうかね。というようなお話なんですよね。つまり多席の人がなぜ生まれるのか、それは、あなたがですね、多席のスタッフを見てですね、あなた多席でしょって言っていること自体が多席なんですよね。ちょっと混乱するんですけれども、ぜひこの構造になっているんだということを覚えていていただきたいなというふうに思います。いかがだったでしょうか。情熱で奇跡の成長を導く、日本で唯一売り上げを上げるチームビルディングコンサルタントの岩見がお伝えしました。ありがとうございました。